はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はソ連ティア8戦艦のソビエツキーソユーズです。ソビエツキーソユーズ級戦艦プロジェクト23はソ連で寄港されたものとしては史上最大の方向艦であり、世界最強クラスの戦艦の一つでした。本艦はプロトタイプである戦艦 A に比べて大型で、兵装システムも洗練されていました。はい、ということで、まあ、本艦はですね、まあ、実は架空艦だらけのソ連ツリーの、まあ、現状最高峰にいるんですが、まあ、最高峰にして実は架空艦ではないというね、まあ、そういった艦です。まあ、架空艦とか計画艦とか設計艦とか、まあ、いろいろなんか言い方あるんですけど、まあ、架空艦っていうのはそもそもね、全く建造すらされていなかった計画艦であると思うんですけれども、まあ、実際ね、このソビエツキーソユーズに関しては、まあ、建造は進んでいました、途中まで。まあ、ただし、独ソ戦の開始に伴って、まあ、建造が、まあ、中止されて廃棄されてしまったので、まあ、存在していなかったわけではないんですね。まあ、というわけで、完全な架空艦ではないというね、感じの戦艦です。で、名前もですね、ソビエツキーソユーズということで、まあ、ソ連をね、意味する名前が付けられているぐらい、まあ、気合が入っているもので、まあ、動画だかにはね、ソビエツカやウクライナとか、まあ、ソビエツカやベラルーシア、まあ、ベロルーシアか、とか、ソビエツカやロシアとか、まあ、いろいろロシアのね、あの主要構成国というか主要構成地域の名前が付けられるぐらいの予定だった、まあ大型戦艦になってますね。で、まあ、性能なんですけれども、まあ、見ての通り相変わらずね、横腹のこのバイタルパートがまあさらされていて、このバイタルパート走行に関しても、まあやっぱりこの時代の戦艦にもかかわらず傾斜走行とかがね貼られていない状況なので、まあやっぱりやられやすい、防火が抜かれやすい戦艦になっちゃってますね。まあ、ただし、まあ、主砲塔直下の装甲が、まあ、紫色の非常に分厚い装甲になっているんで、巡洋艦とかでぶち抜こうと思うと、まあ、結構不可能なレベルの、装甲レベルにはなってますね。なんで、まあ、巡洋艦で狙うならドテッパラ狙っていった方がいいかなっていうぐらいで、まあ、基本的にはね、装甲防御力は、まあ、重大、まあ、硬いですね。榴弾に対しては。ただし、AP 弾に対しては横をさらさないように立ち回っていく必要があります。はい。で、消耗品は、まあ、一般的な消耗品ですね。相変わらず有限の応急交差管に修理班と、まあ、水上戦闘機。はい。で、高端性 HP はですね、このティア隊で、まあ、一番高い、クラスの、てか一番高かったはずですね。88,100。で、水雷防御は 42%。はい。で、主砲は406ミリ砲ですね。まあ、このティア隊になると、まあ、406ミリ砲だと、相手戦艦に対しては、まあ、あまり有効打が出せないという状況になってくるんで、まあ、うまくね、狙っていけ、有効にね、狙える相手を選択して射撃していく必要があるんですが、このソビエツキーソユーズは、主砲旋回時間がね、めちゃくちゃ早いんですね。普通の従順洋艦よりも、もはや早いと。で、おまけに、ソ連戦艦のケドロフ艦長は、インスピレーションで主砲旋回時間が早くなるんで、まあ、より早くなって、まあ、現状180度旋回使用時間が 24.7 秒と。まあ、これめちゃくちゃ早いですね。はい、軽巡洋艦張りの主砲旋回の速さです。ですから、接近戦でも遠距離戦でもいいんですが、まあ、狙った相手をね、まあ、照準変更するのは非常に得意なんで、まあ、逆に相手にする場合はね、ソユーズ非常に主砲旋回早いことは頭に入れておく必要があります。まあ、ただし、旋回所要時間は早くても、船体がね、曲がらないんで、船体の機動性はね、相変わらずそれほど良くないんで、まあ、接近戦はね、まあ、やらないに越したことはないですね。走行的な意味でもですね。はい。で、まあ、主砲精度なんですが、まあ、近距離ではもちろんいい精度なんですが、やっぱり遠距離の精度が良くないんですね。はい。まあ、ですから、精度特化艦長乗せてみてもいいんですが、まあ、やっぱこのティア隊だとね、まあ、遠距離戦になりやすいですからね。まあ、ただ、まあ、そうするとね、高端性も下がりますし、まあ、一長一短なんでね、まあ、自分はマスターメカニック艦長を乗せています。はい。まあ、対空性能はこんな感じ。機動性は、まあ、ちょっと遅めかな。こんな感じですね。はい。ということで、まあ、非常に攻撃性能はね、高いんですが、まあ、ちょっとね、マイティアの、まあ、例えばレーニンとか、ウラジオストックと、まあ、それほどにね、強烈な強みを、まあ、持ったとはちょっと言いづらいのが、まあ、この、まあ、ソビエツキーソユーズのね、苦しいところですね。まあ、ただ、まあ、やっぱり406ミリ砲なんでね、うまく立ち回れればダメージは出せるはずなんで、しっかり、まあ、狙ってね、戦っていければいいかなと思います。はい、それでは早速、戦闘に移っていきましょう。はい、それではね、ソビエツキーソユーズで戦っていきましょう。マップは幸運の海で87マッチングですね。はい。まあ見ての通りね、これすごいこの主砲の旋回速度がね、速いんですよね。まあ艦長が、ケドロフ艦長にインスピレーションを加えることで、まあさらに、
まあ、旋回性能が向上はしているんですけど、にしたって早すぎる。うん、普通にその辺の従順妖怪よりもよっぽど死亡旋回が早いんで、まあ、もちろん接近戦にも強いですし、まあ、やっぱねストレスフリーに照準をしていくことができるのが、まあ、このソユーズの強みですね。はい、まあ、マッチングとしては Z44 が、いるんで、まあえて駆逐艦には警戒が必要ですね。遠距離にアンハルト、今テスト艦ですね。で外周にタルサです。うん、まあ駆逐艦がほぼ確実に相手の駆逐艦と遭遇すると思われますね。うん、アンハルトめっちゃ射程長いな。いやこれアンハルトからの射撃か。うん、はい、で北風が突っ込んでいくんですが、あーでアンハルトまた2隻目、あてかそっか2隻いるのは見ればわかるか、まあ、テスト艦の割にはというか、まあ、テスト艦の割にというか、まあほんとテスト艦の割になんですけど、めちゃくちゃ流行ってますね。結構期待されている戦艦なのかもしれませんが、はい、とりあえず第1射撃っていきます。まあ、相変わらずね、まあ、中距離ぐらいだと、うん、もう13キロ超え、10キロ超えてきちゃうとガバくなるっていう、うん、まあ話でもあるんで、まあ実際ガバいのかなというね。はい、で A キャップで駆逐艦同士の踏み合いが発生しているんですが、はい、 Z40 出ましたね。まあ、榴弾入れてないんで通常射撃するしかないんですが、はい、艦載機を上げて威力 20% アップさせたいつもの射撃を浴びせていきましょう。一発だけか。うん、まあ、これだとちょっとダメージが鈍い。さあこれでただレーダーを味方が使ってくれたんで、いい感じに見つけられるんじゃないかな。この状況で、あーでもレーダーで取られてないのか、タルサレーダーでまさかの。はい、出ました、撃ちます。まあ、このやっぱ接近してる段階でのこの手法の旋回の良さがやっぱさらに生きてますね。さあここで相手は逃さずに撃ちます。これ当たってくれ。 OK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 。 うん、Z44 はしっかりと落とせましたと。でタルサと、アンハルトなんで、アンハルト、いや正直これアンハルトに関しては魚雷を持っているのかどうかが一切不明ですね。はい、で Z44 からの魚雷は回避。そう言われてみたら魚雷、接近戦用の魚雷はまあ持ってな、な見たけどなんか持ってなかったような気もするし、持ってるような気もするし、持ってない、ちょ見ればわかるか。あーなんかここについての発射感っぽい感じがしますね。はいはい、そしてタルサ発見、これは思いっきりミスですね。はい、大ダメージラビーチェ。まあ逃げ場はないでしょう。まあ、問題はこれほんとアンハルトが魚雷を持っててどういう感じなのかっていうところなんですが、うん、3番砲の旋回も早いから本当にビシバシ撃てますね。まあ、ここちょっとリスクヘッジするっていうか、リスク取らないのであれば一回引くのがここベストですね。うん、でタルサはできればレーダーが使えるなら一回レーダー使ってくれるとありがたいんですが、まあそれもそうはいかないでしょう。うん、相手の2隻目のアンハルトが突っ込んでくるのか、横にいるのか、こいつ待ち伏せしてんのか、この横に普通に来てんのか、全くわからないですね。予想ができない。おそらくは待ち伏せしていると思います。なんで、このままバックしても見えないかなと。うん。2隻目のアンハルトが突っ込んできてる。やっぱこの強気の感じから言って、見えないな。魚雷持ってんのかな。なんか持ってそうだよな、普通に。
で、ここで別にタルサは無理しない方がいいんだよね、普通に。ちょっと難しいな。まあいいや、これはもうこのアンハルトを待ち伏せして落としに行くしかない。幸いというか本当にこの手法旋回力の速さ、うん、これは目を見張るものがありますから。あ、オッケーオッケーオッケー。今度はでもこっちもいい感じでこれ待ち伏せになりそうですね。あー、で、そうなんか 5.6 か 5.5 ぐらいのスポット、相手ただ350ミリ砲なんで、こちらの相手ではないですね、正直な話。敵ではないと思います。はい、艦先上げて、全力射撃。うん、ダメージレースでは圧倒的に勝てると思います。うん、魚雷なんか見た感じないよね。さあ、リロードは相手の方が早い可能性がありますが、こんだけドテッパラさらしていれば、タルサを撃たせたくはないですね。しかし撃たれるか。まあ当たってはいるけど、はい、応急使います。おお、榴弾に切り替えてきた。ここで、でも迷彩もついてんのかついてないか分かんないけど、いやー、これはでもなんかこれはちょっとキル取りたかった、正直。まあいいでしょう。まあ、状況的にはって感じですね。イーブンっていう感じなのかな。はい、そしてもう2隻目は引っかかってんのかな。あんまり動かなさそう。引っかかってますね。ちょっとここはあんまりこいつに絡むっていうか、かまっている暇がないんで、できればこれタルサがB中突っ込んでいってくれた方が分かりやすいんですが、すごいハマり方してんな。で、相手駆逐艦はタシケント Z44、 まだ駆逐艦が健在ですね。厄介です。ここ割かしちょっと奇襲的に B キャップ攻めたい感じではあるんですが、タルサがなんでこれ強気にアンハルトを攻めに行くのかがちょっとよくわからないんですけど、やめとけばいいのに。絶対やめといた方がいいですね。いや、それはえげつないけど、魚雷射線取ってないんで、ここは Z40 を無視します。で、アンハルト撃ちます。さあ、一番まあ精度が高い状態での射撃ですね。いやー、これ Z44 も危ないよね。まあただこれ下がれば大丈夫でしょう。はい、 AP は全く怖くないですね。非常に重装甲なんで、真横さえ見せていなければ大丈夫でしょう。相手もでも第一次世界大戦型戦艦にしてはまあ硬い。いやー、なんか奥ぽちゃしたな、手前ぽちゃしたな。 Z44 が怖い。タルサの援護が欲しいが、まあ、これタルサ撃たれないの、タルサ撃たれないのいい感じで、まあタンクできてるってことですね。型タルサをいい感じで守ってあげれてます。はい、アンハルトに大ダメージで、 Z44 がまだ絡んできてますね。
さあここはもうタルサーに期待。うわーいるよまだ。これどうすんの。魚雷を使ってほしいですね。はい。いやこれ突っ込む、ここで、いやここで引くか。タルサここで引くのはちょっと怖いぞ。はい、榴弾浴びせて発射管一気破壊。オッケー、野望しか発射管一気破壊はでかいですね。これで一撃で落とされることはないでしょう。さあまた追い立てていくだけ。うん、ここもこっちも決戦を相手と挑んでいこうかな。うん、Z44 は前に出れないと思うんで、多分南側に逃げていくんじゃないかなというか、まあ、まあ南側にね、先行して回って。ソユジキ、ザハワトウェムトチコ。ソユジキ、требует твоя поддержка。味方部隊はもう突撃してもらわないと困りますね。特にここら辺りで引いてる戦艦は何やってんだろう。さあローマ、うん、いい感じで横が取れそうな気がするぞ。さあ楽しくなりそうですが、まあ、問題は Z44 がどう立ち回ってくるか。カンザスを撃ちましたが、うわあ、まあ散らばるけど、OK ですね。サマーズの魚雷で落ちる。いや、なんでここ逃げてんのこれ。逃げちゃダメだって。もう突っ込んでこいって。なんでこう突っ込んでんのマジで。あ、逃げんの。まあでも魚雷発射管一機やられてるのよく考えたら、まあ伝わらないとは思いますけどね、確かに。まあ、とはいえね、うん。さあ、ローマの横を取っているんですが、ここで Z に発見されてしまうんで、Z 捕らえましたね。やばい、これは。これは、でも発射管をさっき壊した方の Z だよな。落とせますね。さすがに魚雷リロード間に合ってないか。OK、まあ逃げるローマをどうするのかというとこですが、あ、発射検討、まあ、残り1分なんで前進を続けます。おー、なんだ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 。やたら味方落ちましたけど、ここの集団性はえげつない。いやー、仕留めきれなかったが、これやべえぞ、ポイントが。もう、ここで連続で落とされるってマジでなんだ、マジで。やばいぞ。え、どうしよう。もう攻めるしかないとして、タシケントも処理できない。タシケント見えた。手法の旋回が速さが生きてくる。さあ、残り20秒ですが、ポイント負けております。わあ、無理っぽすぎる。いやー嘘でしょ。嘘でしょ。これはひどい。まさかの敗北というね。はい、ちょっとこれはどうしようもないという、あまりにも
しょぼいっすね。はい。まあしょうがない。まあ本艦の性能としては、まあティア8戦艦の中では扱いやすい部類ではあると思います。まあイタリア戦艦的な、うん、感じで立ち回れるんで、まあ消耗品関係はちょっと、うん、レーダーとかないんでいまいちですけど、まあやっぱり弾速も速いですし、まあ主砲旋回も速いんで、こういうね狭いマップとか、うん、今みたいに逃さず仕留めていけるのは本当に強みかなと思います。まあちょっとね単独で、まあ戦艦単独で、うん、まあ、全部勝ち持ってくのは難しいんで、まあこういう試合もしょうがないかなと思います。うん、まああえて T8 艦乗ることってないとあんまないと思うんですけど、うん、にしても割と強力かなと思います。はい、まあちょっと残念ながら負けてしまいましたけどね、まあいい戦いだったと思います。はい、それではね今回は、ソ連 T8 戦艦のソビエツキーソユーズでした。ご視聴ありがとうございました。